なし。動画サボって何してたんだ、おい。いや、サボってたけど、精神的にダウンしてて遅れたわけでして。ほう、フラン。わかったよ。親に頼んで課金してしまった。反省しないとなーって思ってみたいだけど、FGO で、セイバーの村正をギリギリ当てて喜んだり、東方ロストワールドで黒ヨウム当ててたよ。動画編集サボってる時に、ほとんどゲームしてたよ。グラブルの鬼滅の刃コラボをして全員キャラゲットしたり、無料ガチャしてたよね。以上だよ。随分とゲームで楽しんでたようね、主。ああ。だって一番大好きなキャラだったから我慢できなくて。でもネタはいっぱい浮かんでたけど、少しスランプ状態があってですね。その、お許しを。でも、ネタが浮かんでいるならすぐにできたでしょ。たくさん出てたけど、動画に出す気分じゃなかったから、リアルで病んでたのもあるから血だまりのネタしか浮かばないからこの状態で編集したらダメだと思ったんです。じゃあ、猫耳メイドで一週間私の屋敷働いてもらうわ。いやー、恥ずかしいから無理。待て、逃げるな、フラン追いかけるわよ。わかった、可愛い衣装着させて写真撮りたいからね。ふむ。あんずたちに何か買って帰ろうかね。珍しいな。電話。おう、審議か。どうしたんだ、ロビーなんかに来て。いやはや。うぷ主の親が来たものでな。機嫌がとてつも悪くなったからマカデミアナッツ買ってこいって言われてな。ああ噂には聞いたか。サイコパスでマッドサイエンティストとは聞いたな。ついでに殺人とか。まあ、そうだが。オリキャラの親の中でダントツに嫌いなんだよな。なんせ、小さい頃、想像を絶するようなひどい実験を息子たちに試していたそうだからな。内臓を取り出したり。いや、しとらんとは思うが。そんなおぞましいのやるか。虫が一番大嫌いな奴ならするさ。虫は悪人やらが嫌いだからな。かといって、呪いの国出身の俺が言ったところでだが、これでもブールなものだったから親はまず知らねえし。ははは。まだいいさ。俺は機械だが、ストレスデーが死にそうだよ。もう、変態キャラはしないが。まあ、ケイネと大妖精はあのまんまだが、パンツ好きだからな。特にもコート中野の、隠してるだけで主も重傷だけどな。このまま平和だといいか。平和とは一体なんだろうか。この音ならライバーかセイバーがエクスカリバーした音じゃねえか。修理するのは俺たちなのだが、他の奴に頼んどけよ。まあ、まだまだ修行してるだろうな。魔力の消費を抑える練習を。勘弁してくれ。はぁ、はぁ、あと、何周。あとはあんたなら50周くらいいけるんじゃない。ふざけるん、じゃねえですよ。こっちは100周したんですよ、霊夢さん。その調子ならもう100周できるわよね。じゃあ、頑張りなさい。じゃあ、まあ、本当の100周そう。先輩方はあと何周すか。100周お前はまだ優しい方だぞ。50周派、俺らは訓練だから容赦なく200とかたまにひどい時は1000周だな。妖怪の山を、次は休む暇なく筋トレしろだの河川さんの稽古だ。体験だけでよかったな。いや、まあ、そうなんすけど。こんな大変な訓練してそんな強い敵いるんすか。いや、いないと思うが。霊夢さんが油断していると痛い目を見るから修行はちゃんときっちりしろってのが、護衛と戦闘班だからなぁ。まあ、そうですね。俺も一応、これでも羊なんで体力つけたいと思ったらレミリアお嬢様にここにお連れしてもらったのでちゃんとやりますよ。ほん？あれだけ走ってもまだ体力あるんですね。初日だとぶっ倒れるのが普通なのですが。だって罠だらけの道を歩いてるのにすごいなぁ。コウマ館は恐ろしい人材しかいなそうですね。頑張りますか。そしてその下のモブたちは仮の副隊長に変なスイッチが入って呆れながら何周も巻き添えで走り続けましたとさ。とても参ったな。さっきから図書館から出てきた俺のことをついてきている奴がいるな。それも小さい子供か、俺は子供と関わり苦手なのだが。なんだ、お前たち。図書館のお兄さん、白滝ね、絵本探してるの。おすすめの絵本ある。は、それでわざわざ俺についてきたのか。うん。はぁ、それなら先に行ってくれ。言う機会がなかった。先にお兄さんが出ていたから。そうか、参ったなぁ。こういう子供は苦手だ。本当に。ふむ、じゃあ、今から帰って俺の図書館に行くか。え、いいのかー。ルーミアかよ。まぁ、これでも魔導士なんでな。じゃあ、探すか。ありがとう。お兄さん。お礼を言われるのも苦手だな。何年ぶりだろうな。まあ、こんな感じです。オリキャラの日常を出しますよ。出番が少なかったので。まあ、キャラの個性が薄いから出番がなかったとは言えないけど、これからはなんとか出していきたいなぁ。ゆっくりボイスたくさんいるからね。寝たい話は終わりで。それでは皆様方、ご視聴ありがとうございました。次回までゆっくりのんびりしていってね。